こんにちは。はい、始まりました。選ぶのはあなただのコーナーでございます。はい、今回もね、アピールタイム、アピールチャンスということで、はい、今回はお嬢に皆さんに向けてアピールしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日は何をアピールしますか？実はですね、うんうん、自己紹介の時にも言ったんですけど、実は今、はい、スナックで働いていまして、はい、というのも、もともと歌が好きだったんですけど、うん、卒論をする関係で AI について勉強してた時があって、その時に、うん、そうなんや、そうなんですよ、初耳だった。初耳が多いな、今日。AI について卒論書いたん？そうなんですよ。うちらより詳しいんちゃうか。うん、見せて卒論は。ちょっとめっちゃ拙いんで、うん、飲食店のこと限定でちょっと AI について調べてた時期があったので、まあその時に、うん、まあ、いつか人間が取って代わられるっていう時に、うん、何を人間は極めたらいいのかってすごい調べて考えてた時期があって、神尾さんもたまに言霊っていう風におっしゃるんですけど、はいはいはい、言葉の力だったり、うん、歌で伝える感情の力って、うんうん、AI はまだまだ到底追いつけないだろうという結論に達し、もともとただアニソンとかを聞いてカラオケで歌って満足してただけの私が、うんうん、スナックで人に聞かせるために歌を歌うっていうのを、まあ、大学生の途中から始めたっていうのが実はあります。へえ、そんな才能が。いや、まだまだ全然素人レベルなんですけど、うん、なので AI がこれから発展していくっていうのを見越して自分を人間として磨いていくために歌を少しずつ勉強しているので、それを今日皆さんにちょこっとお見せできたらいいなと思ってます。すごいすごい。こういうところでね、なかなか歌を歌えるってなかなかですよね。すごい、すごい。ではでは、その歌ということなんですけれども、はいはい、どの歌を、どんな歌を歌っていただけるでしょう？私が一番ソウルフルで感情を人に伝えるのが上手だなって思っている歌手さんで、うん、スーパーフライさんの、アカペラを歌っているシーンの中からスターティングオーバーを一部分歌いたいと思います。楽しみだ。聞きたい聞きたい。じゃあ歌ってもらいましょう。はい、お願いします。はい、心に届け言葉じゃ足りない思い、永遠に回り出すメロディー、祈ろう願おう世界を幸せになれ、光と影泣いた空抱きしめてほら、すべてはここにつながっていたんだ、明日を夢をもっと愛したい、ほらちっぽけだっていいさ、私のままで。はい、ありがとうございます。というわけで、うん、やったっていただきました。ありがとうございました。すごいね、すごい、すごいね。いや、全然ただ大きい声を出す練習だけで、まだテクニックとかは全然磨けていないので、うん、ええー、すごかった。もうね、神尾ガールズの正義お化けです。妖怪にお化け認定されました。ねえ、うん、すごいじゃないですか、うん、少しでも気持ちが皆さんに歌に乗せて届けられたら嬉しいです、うん、届きました。うん、AI には絶対できないゲートだと思うので、はい、ですね、うん、なるほどね。、うん、
お嬢も神尾 TV じゃなくてレコード会社行った方がいいんじゃないみんなね、なんか、うん、いろんな特技を持ってるからね、うん、それを生かして皆さん生きていった方がええんちゃうもうできれば神尾 TV で 歌ってみた動画とか作れたら嬉しいなと思ってます。なるほどね、そうやそうだ、神尾 TV でグラビアやってみて、うんうんうん、はい、神尾 TV で妖怪やってみて、妖怪、妖怪漫才やってみてねえ、みんないろいろできるもんね、歌も歌ってみたいな、まあ、実際かあのね、水面下では神尾 TV バンドがいます。着々とバンドがね、進まれますので、気になる、ちょっとボーカル候補としてお頑張っていきたいと思います、はい、頑張ります。メインボーカルのザがアヤブイですよ。メインボーカルなんですか？メインボーカル違う、絶対違う、絶対違う、歌とか歌わへんやん俺エグザイルのせえへんわ、呼んでくれ言うてたやんエグザイル自体あんまり知らんもんというわけでね、ちょっと、はい、ね、画面ではちょっとこの5人の中でおとなしみに見えるお嬢ですけど、はい、こんなにもパワフルな歌を歌っていただけるということで、うん、また新たな魅力を引き出したんではないかと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。お嬢から一言ないですか？あ、ありますあります、うん、では最後にね、お嬢次の人を指名してもらって、うん、はい、この動画を締めていただきたいと思います。はい、誰にしよっかな。じゃあユーリアンで。あー、見っかっちゃったー、見つけちゃったもうすぐにもう降った瞬間に濃くなるね空気が濃くなるじゃあ次回はユーリアンよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあユーリアン次回お願いしますということで、はい、じゃあ最後に一言アピールだけお願いします。はい、まだまだみんなと違って芸歴も何もないけれど素人らしく日々努力して頑張ってまいりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい